はい、どうも、組んでみたレビューです。長谷川のジェミニールーム車組みました。よいしょよいしょ。こんな感じです。ですね、ボディカラーはですね、今回は、ピンクサフの上からのクレオスの3番のレッドです。ほんと最後まで白にするかどうしようか、まあ、サフの段階でですね、どっちにしようか悩んだんですが、あのね、白の方でね、車高として、で、かつね、ちょっとね、あのホイール使ってっていう仕様を思い浮かんでしまいまして、で、今回はもう全くの素組みでノーマルで組んでみようっていうふうに思っていたので、もう元々候補にあった色が2色あったんですけど、1色の方はパーツの構成からして、イルムシャールと、ハンドリングバイロータス？もう多分出るだろうな、みたいなパーツ構成になってたんですよ。そっちの方で塗りたいなと思ったので、2色候補があったうちの1色の赤にしてみました。その CM の仕様だと、例えばなんかエメラルドグリーンっぽい色と黄色とかってあると思うんですけど、それもね、なんで選ばなかったかっていうと、デカールですね。よいしょ。デカールにね、これね、映るかどうかわかんないですけど、CC っていう、多分 CC って読むのかわかんないですけど、これがあるんですよ。で、イルムシャーにこれをつけてきたってことは、CC も出すの？っていう風に思ってて、だったらその出すんであれば、ちょっとこれはと思って、あのエメラルドグリーンみたいな、ああいう色は選びませんでした。で、ここ今残ってるのでわかると思うんですけど、ボディサイドのここの部分の黒いラインと、このフェンダーアーチのね、ここの、分割のところですけど、あ、でも CC 出ないかな。フェンダーモールがなかったかもしれないんでね。あの、ジェミニはちょっとごめんなさい。しっかり覚えてないので、あれなんですけど。このフェンダーモールのここのところは、モールドがちょっと浅かったので、で、掘り直そうかなと思ったんですけど、うまいこといきそうになかったんで、こっちはデカールを使って、こっちのモールドはね、すごくいい感じの深さだったので、ここはもう、墨入れ塗料流してっていう感じにしました。なので、ちょっとここね。はみ出しがあったりとかしますけど。で、これなんですけど、組んでみて思ったのは、自分の中で長谷川の N コロ超えましたね。組んでて、こう、まあ、ボディとか塗ってね。で、これね、説明書を見てもらうとね、わかるかなと思うんですけど、バンパーをボディと合体させてからつけるっていう風になってたんですよね。で、いつもだったらバンパーとボディを合体させてから、シャーシと合体っていう風にしてるんですけど、例えば青島のキットとかだとね、長谷川のキットって基本的に、シャーシのね、際の部分がボディとピッチピチぐらいになってることが多かったので、今回はもうあえて別体で組んだ後にバンパーを被せてみようと思ったんですよ。で、ボディとシャーシを合体させた段階で、あ、いいじゃんっていう風に思いまして、わ、いいな、いいなってずっと連呼しながら組んでました。で、バンパーもね、最近の青島のキットみたいに、ボディの方からこうニョキッとこうやって生えてて、バンパーを抑え込むっていう風な構造ではなくて、失礼。以前の青島みたいに、ここのね、耳が出てて、で、そこに、バンパーを接着するじゃないですけど、接着しろみたいな感じにしてっていう風になってるんですけど、今回、ここに接着剤使ってません。裏側からね、このバンパーの後ろの方が見やすいと思うので、後ろの方で見せしますけど、こことここに接着剤垂らしただけです。でもね、バンパー広がらないんですよ。バンパーの部品そのものの厚みが厚いので、こうね、そんなにね、ちょっと広がってますけど、青島のやつみたいにね、こうバインって広がることはないので、そういうこともあって、だったらもうここと、まあ、とりあえず一回仮に合わせた段階で、あ、広がらないじゃんって思ったので、もうここはね、もうこことここだけ接着剤垂らしてあげれば、よくね、
ここにね、接着剤つけようとして、で、よくはみ出しちゃうって人も多いかなと思うんですけど、これに関しては、このね、その、まあ、フロント側もね、ちょっと見づらいと思うんですけど、このさ、先の方からね、こうね、接着剤をね、こう、例えば先っちょの長いやつとかでね、流してあげれば、フロントもこれ、外側、ここつけてません。で、できるので、はみ出しがわかりづらいんですよね。で、ああ、考えられてるなぁと。で、最後の最後でね、アンテナのね、部品なくしちゃいまして、これちょっと作り直しちゃいましたけど、別体部品でいいですね、とか言ってたんですが、これね、あとね、このドアのね、ハンドル、アウターハンドル、この辺はね、なくしちゃわないように十分注意してやってください。自分はね、ゲート跡を削り落とそうとした時にアンテナ部品、ポインってやっちゃって、ちょっと部品から削り出してそれっぽく作りましたけど、でね、パーツの合いも基本的にはいいんですが、テールランプ、これテールランプも、テールランプのインナーとボディとの間に隙間があって、そこに、テールランプの部品をこう滑り込ませるような感じになってるんですね。説明書でわかるかな。テールランプ、テールランプ、テールランプ。ちょっとわかりづらいかもしれないですけど、これね、内側、要はガーニッシュ側の方をはめ込んでから、パチコンって外側をはめ込む。もちろんパチコンだけでははまらなかったりとかするので、その辺は適宜ね、接着剤とか使ってもらうといいかなと思うんですけど、ここにね、はめ込むスライドさせるときに、ここに、ゲート跡が来るようになってます。で、ゲート跡が、の厚みの分があると入らないので、そこは注意かなと思います。ヘッドライトはまあ特に気にせずにいけるかなと思うんですが、あ、ヘッドライトもね、インナーパーツ。ヘッドライトインナーのパーツ、これですね。これね、ここもね、この、ウインカーのレンズのところのインナー側、ウインカーっていうかまあ、サイド、コーナリングランプというか、コーナーランプ、コーナーレンズの、インナーのところの、この上のところにゲート跡が来ます。で、このゲート跡が来ると、うまく早まらないので、この辺の処理は十分注意した方がいいかなと思います。足回りなんですけど、自分の組み方が悪かったのが、若干ね、リアの足回りがね、前寄りになっちゃいました。なので、ちょっと意識して、後ろ、要はガタ分だけを少しずつ少しずつ後ろに下げるように意識して組めば、だいたいいい位置に来るんじゃないかなと思います。あとは、あ、そうだ、質問というかコメントの方でね、見させてもらってて、コメント会社の中で話したんですが、ヘッドレストの、メッシュの部分はクリアパーツで、このメッシュのね、網の部分が、凸モールドになってます。要は、抜けてる部分が凹みになっててっていう風になってるので、今回は油性マジックを、ドライブラシの要領で、メッシュのこの凸モールドの部分、そこの部分だけをこう油性マジックで塗るような感じにしてみました。ここね、別にね、もう塗らなくても、まあ、いい感じになるかもしれないですが、自分はそんな感じでやってみました。で、ドア内張りなんですが、塗り分け諦めました。浅すぎるんですよ、やっぱり。浅すぎて、で、かつね、バスタブ形状になってるので、はじめね、マスキングテープ貼って、その上から、よく探偵もののね、ドラマとかであるような、メモの筆圧を写すときに、上に一枚紙重ねて、そこから鉛筆でなぞって文字を浮き上がらせるってやつがあると思うんですが、まあ、探偵もののドラマ見ないよって人はちょっとあれかもしれないですけど、そういう感じでね、浮き上がらせて、で、そこで、デザインダフでこう、刃入れていこうかなと思ったんですが、どうにもね、刃がうまいこと立ちそうになかったので、もう今回はもう、塗り分けはしませんでした。で、内装なんですけど、今回これ説明書だと、このシートのね、塗り分けの部分、13番と33番、13番っていうと、ニュートラルグレーっていう風になってるんですが、ニュートラルグレーだとちょっと明るすぎるなと思ったので、ガイアのブルーグレーと、フラットブラックで塗り分けるようにしてみました。ちょっとね、くるくるさせてみないとわかんないかなと思うんですが、なとこかな。でね、テールランプの、あ、テールランプじゃない、リアガラスの、ネステンデカール。これですね。これなんですけど、まあ、自分今回クリアコートしませんでしたけど、クリアコートして、で、
あの、透過率を上げてあげた方がいいかなーっていうふうに思います。ジムニーの時はそんなに気にならなかったんですが、ジェミニーみたいなちょっとリアガラスの大きな面積のやつだとね、やっぱちょっと気になっちゃうので、ここは一回クリアコートしてあげて、クリアのトップコート拭いてあげて、で、要はそのツヤを均一にしてあげるっていうふうにしてあげれば、透過率が上がるかなーなんてことも思ったりはしてます。どこかな？これはね、ほんとね、久々にね、組んでて楽しかったです。楽しいカーモデルでした、組んでて。長谷川のキットってやっぱりね、ちょっと接着しろがーとか、変なパーツ区分割がーとかってあったりとかして、あとはここどうやってこれ処理しろっていうねんっていうところが結構あったんですが、これはね、何にも気にしなくても、普通にスパスパスパッと組めて、ちょっとね、楽しいです、これは。でね、このね、ストラットタワーのところのはね、微妙に再現されてるんですよ。まあ、エンジン再現はないかなと思うんですけど、ひょっとしてこれエンジン再現、な、2000GT の時みたいにね、ちょっとね、限定版みたいで、エンジン再現とか、あるのかなないのかななんてことを思いながら、組みました。うん。全体的にボディのモールドもね、まあ、他のメーカーからすれば浅いと思うんですけど、缶スプレーでやるとちょっと浅いかなって思うかもしれないです。でも、今までのやつみたいにね、エアブラシで塗ってもこう、スミレ塗料が全然流れないとか、そういうことはなくて、まあ普通に塗装してクリアまで拭いて、でまあやっぱりちょっとそれでも浅いかなと思ったので、一回クリア拭いた後に墨入れ流して、で拭き取って、でその上からクリアコートっていう風にしたんですが、十分綺麗にスーッと流れてくれて、モールドの深さがちょうどいい時の墨入れ塗料をポンって流した瞬間、スッってこう広がる、あの感じがあって、すごく満足度の高いキットでした、これは。こういうカーモデルを作ってください、長谷川さん。モールドが浅くてとか、あとパーツ分割がちょっとなーっていうやつじゃなくて、これぐらいがね、ちょうどいいと思います。ドアの内張りのモールドだけ、あそこだけ、ちょっと文句って言うとあれですけど、ちょっと勘弁してくれと思ったのはそこだけです。それ以外はね、組んでて、気持ちいいし、まあもちろんゲート処理とかをしっかりしないとって、まあそれはもちろん基本中の基本なのであれなんですけど、でもね、全体的にね、組んでて気持ちよかったです。気持ちいいって言い方はちょっと語弊があるかもしれないですけど、うわーってなることはなかったです。なのでね、まあ細かいパーツが細かかったりとかしてね、それはね、どんなプラモデルでも言えることなので、その辺はちょっと注意が必要かなとは思うんですが、全体的にはいいかなというふうに思いましたので、もしね、これもうちおすすめです、これは。大絶賛です。という感じで、またくるくるさせてね、終わらせようかなと思います。ご視聴いただきありがとうございました。